私たち日本人の食卓に欠かせない料理は何でしょう。そう、それは和食です。鰹節はその和食に欠かせないだしの代表です。ではその鰹節はどうやってできるのでしょうか。早速調べていきましょう。鰹節の原料となる魚カツオは赤道付近の太平洋やインド洋などで漁獲され、約45日の航海を経て日本の港へ水揚げされます。カツオは世界中の暖かい海を好む回遊魚で、なんと最高で時速100キロを超えるスピードで泳ぐ元気な魚なんですよ。巻き網漁や一本釣りなどで取られたカツオの多くは鮮度を守るため船の上ですぐに冷凍されます。水揚げされたカツオは職人たちにより魚体の大きさ、種類によって素早く選別され分けられます。水揚げ作業はおよそ2日間続きます。次に凍ったカツオを加工するために水の中で一晩かけて解凍します。次に生切りという工程です。解凍されたカツオの頭を切り落とし、内臓を取っていきます。たくさんの職人たちにより流れるように作業が進みます。専用の金属製のカゴに生切りしたカツオを丁寧に並べていきます。これをカゴ立てと呼びます。カゴ立てされたカツオは大きな釜に入れられます。90度以上のお湯で2時間ほど煮るとギュッと身が引き締まります。沸騰させると気泡で身を炒めてしまうため温度が大切です。職人たちの手の動き、すごい速さですよね。煮たカツオを冷やした後、ピンセットで一本一本骨を抜いていきます。骨抜きをしないと、カツオ節にひびが入ったり、割れてしまったりするからです。形の良いカツオ節にするために、大切な工程です。この作業は機械ではできません。だんだんカツオ節の形に近づいてきましたね。次は薪を燃やした煙でいぶしながら乾燥する焙乾という工程です。鰹節の香りはここで生まれます。煙が美味しさを感じさせる香りを与え、保存性も高めます。いぶしては冷ますのを約20日間繰り返すと荒節と呼ばれる鰹節の完成です。荒節はいぶされた香りが強い鰹節です。ここまでに約1ヶ月もかかります。ここから荒節にカビをつけて枯れ節という鰹節を作ります。荒節は煙の成分が表面にたくさんついているのでカビが生えにくい状態になっています。煙の成分を削り落としてカビを生えやすくします。カビをつけると聞いて驚くかもしれませんが、カビの働きで鰹節の保存性が増し、まろやかな味になるんですよ。カビ付け工程を2回以上繰り返し、カビがつくと枯れ節の出来上がりです。さらに何度かカビ付けしたものが本枯れ節となり、極上の鰹節と言われ、出来上がるまでに半年程度かかります。たくさんの時間をかけて作られた荒節や枯れ節をいよいよ削ります。削る前にきちんと鰹節の形や香りを確かめ、用途に合わせた薄さや大きさに削っていきます。
削りたての美味しさをお届けするために削った鰹節はすぐに袋詰めします。そして金属探知機や人の目により何度もチェックを重ね、私たちの食卓に安全で美味しい鰹節が届けられます。たくさんの工程を経て食卓に届く鰹節、どうやって出来上がるのか分かりましたか？和食に欠かせないだしの代表鰹節は、こんなに手間をかけて作られているから美味しいのです。